今、大学2年です。来月好きな人と、その友達と、3人でスイーツパラダイスに行くんですけど、その後のデートを誘うのはどのくらい間を空ければいいですかちなみに相手とバイト先が一緒です。デートの感覚は、連続して3日間会うとか、じゃなければ、そんな空ける必要ないから、誘えるならいつでも直近で組むといいと思います。3日後とかで行けたらベストですね。甘えるのが好きな人と付き合うにはどうすればいいですかまあ、シンプルな答えでいくと、甘えられる人になるってことで。 ですよね。まあ、甘えるのが好きっていうところからその人の性格を分析するんですけど、甘えるのが好きって、多分あなたが気づいてるってことは、あなたの好きな人を狙ってる人も同じように気づいてるんですよ。甘えるのが好きってことは甘えられる人になればいいかとか、頼られる人になればいいかとか、ちょっとアドバイスをしてあげようって全員思ってるんですよ。そこは逆張りかな、僕だったら。甘えるのが好きって、 でみんな思ってるんだろうな。じゃあみんなこういうアプローチしてるんだろうな。じゃあ自分は逆やろうって感じですね。逆にお願いしちゃうとかかな。僕だったら。これ割と当たってる気がするな。多分頼りになる男になろうとか、頼られる人になろうっていうアプローチをされてるはずなんで、頼る、こっちが。多分これ結構聞きますね。私は大学2年生でサークルが同じ2歳上の先輩のことを好きなのですが、先輩が就,就活中なので、今告白しても大丈夫ですか あ受験とかと同じ質問かな。なんで受験中で告白しちゃって大丈夫ですかとか、まあ、就活中だからとか、社会人で忙しくて告白しちゃっても大丈夫ですかっていうレベルのことが分かってるぐらいの関係値じゃないです多分告白 OK しない、されないですね。この人は今受験期だけど、これぐらいの時間は自分に割いてくれそうだなっていうイメージが付き合った後湧いてないレベルの関係値で告白しても結果は多分ノーになってしまいます。就活中だからいいとか、 就活中,中だからダメじゃなくて、そこが自分で分かったぐらいのタイミングが語学のタイミングだと思ってください。緊急事態宣言でしばらく好きな人に会えないのですが、内面外面の両方の自分磨きをしたいと考えてます。素晴らしい。具体的に何をすればいいでしょうかちなみに僕は男です。外見の話を僕していきたいんですけど、結構僕は内面の話に今、このチャンネルは寄ってるんですけど、まず内面の話は僕のチャンネルを全部見てください。全部じゃなくてもいいん、ね、で、1日2個とかでもいいんで、これで多分相当コミュニケーション的な部分は磨かれます。長い7分とか。 8分ぐらいとか、11分ぐらいの動画を見てください。あっちゅうをちゃんと作ってるんでね。もう一個は経験値を積むっていう部分で、えー、これは人とのコミュニケーションをたくさんやってください。これはオンラインでもいいと思いますし、オフラインでも全然いいんですけど、ジより年上ですね、特に。男性なら特にかな。年上と話してください。そうすると、年上並みの人生経験とか、コミュニケーション能力つくんで、15歳ぐらいの女の子って、なぜか20歳、21歳で、年下が好きなロリコンな男めっちゃ好きなんですよね。で、なんでかって聞くと、やっぱ、 同年代と違って包容力がめっちゃあるって言うんですよ。でも、これは当たり前で、15歳と20歳の、そんな若い時の5歳の差って相当な差なんで、それは包容力もあるし、え、頼りがいもあるし、聞き上手だし、話の引き出し多いし、めっちゃ魅力的に見えるんですよ。その状態を作り出すためにも、年上とかと話して仲良くなって、対等に話せるようになると、同年代の女の子とか、もう何考えてるか手に取るように分かるぐらいもしかしたら、極められるかもしれないから、恋愛心理学系 YouTuber の動画を見ることと、年上とのコミュニケーションをたくさんする。この二つかな。